ただいま、5時、夕方の5時です。今越後湯沢に来てます。これからフリースタイルスクールの、コーチをしたいと思います。もうちょっとでですね、他のコーチの先生たちと合流するのでここで待ちたいと思います。雪降ってます。とリフト乗りました。無事に、コーチの健郎さんです。お、いいんじゃないね、もっとあそこ最近どこで いい感じ。いかがでしたか今日のツアーさん。まあまだまだこの山を見るね。そうですね。なんか台が小さいので、だけど大きな木が出てきたら。でももうこれで怖くない、いろいろと。いいですね。やっぱり攻めていくことが大事です。そうですね。アグレッシブに。アグレッシブに。行きましょう。レッスンが終わりました。雪がすごくて、髪の毛が雪まみれですが、ですね、これから使ったコースを片付けたりします。すごい雪が降ってるんですけれども、フリースタイルにとってはいいんじゃないかなと、いい練習になったんじゃないかなと思います。この終わ、レッスン後のミーティングも終わって、これから、帰ります。明日はちょっとジムでまた動画を撮れたらいいなと思います。では気をつけて帰ります。